オスカー・ハマースタイン2世中央は、アービング・バーリン。左は、リチャード・ロジャース・オスカー・グリーリー・クレンデニング。ハマースタイン2世は、アメリカのミュージカル作詞家、脚本家。祖父は、ユダヤ系ドイツ人のオスカー・ハマースタイン1世。父親は、劇場主。ニューヨーク生まれ。作曲家、ジェローム・カーン、リチャード・ロジャース等と共に、多くのミュージカルの脚本、歌詞を書いた。 1916年コロンビア大学卒業後、同校法科大学院に進むが、ブロードウェイの劇場主であった父の死を機に一年で、退学し父の後を継いだ。学部時代は演劇部でバルシティショーの歌詞を書いた。歌曲と個人芸で組み立てた娯楽ショーが中心であった、ブロードウェイミュージカルに物語性を組み込み、現在に近い形のブロードウェイミュージカルを創設した。 功労者の一人である。ジェローム・カーンと組んで南部の差別問題を題材に取り上げた、消防とリチャード・ロジャースと組み、ドラマティックなストーリーをショーの腰とした、オクラホマは、共に代表版を呼び、ブロードウェイの記念碑的作品となった。これは作詞以外に、脚本もこなす、ハマースタイ2世だからこそなし得た革命であり、その作劇法は、 後世のブロードウェイミュージカルの重要なお手本となった。1950年、ピューリッツァ賞儀曲部門受賞。また人格的な誠実さでも知られ、プロデューサーとしてもミュージカル作品を講演したほか、スティーブン・ソンドハイムやレナード・バーンスタインなど数々の才能に作劇を指導し、ブロードウェイに送り出した。1960年に、 ペンシルベニア州ドイルズタウンの自宅で遺願のため死去。サウンド・オブ・ミュージックに追加で書き下ろしたエーデル・ワイスが絶筆となった。彼の死を受けてニューヨークのブロードウェイ、ロンドンのイーストエンドの劇場外が共に照明を落とし、脅位を示した。終わりの住処となったドイルズタウンの邸宅は1988年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。 ありがとうございます。